本編見ていきましょう。みんなーメリークリスマス。これだ。ワン、ツー、スリー。これは体育祭の選手宣誓の動画らしいです。まあ選手宣誓って言ったら、まあいい意味でも悪い意味でも目立てる場所なんですよ。だからこういう選手宣誓の場所で男二人がおるってことはもう目立ちに行く一択なんですよね。まあ女の子がおったら目立たんけど男二人は目立ちに行くんですよね。ちょっと見ていきましょう。なんかもう笑われとるよ。クラスのムードメーカーとかなんかな。いや、テンション高いな。体育祭から始まる地域差の文化祭、俺たちが言いたいことはただ一つ。お、なんやなんや、なになになに、モテたい、モテたい。素直か。体育祭のままモテない男子が唯一女子にアピールできるまであります。僕はこの日のために生まれてきたと言っても過言です。いや、言い過ぎやろ。リア充たちよ、喉枯れるぞ。マジ羨ましい。いや、だから素直。ただリア充に嫉妬するだけのええやつ。こら、ボスさん誰、モテともか。いや、知らんがな。さあ、千草生、革命の始まりだ。突然の中二病。いやもうこんだけ笑い取ったらもうこの後この二人めちゃくちゃモテたやろな。よかったね。これはクラス全員が先生にドッキリを仕掛けている動画らしいです。ねえ、あーそういうことか。うわ、これちょっとキレる先生とノリに乗ってくれる先生おるけど、どっちや。お、今日の授業はめちゃくちゃいい先生。卒業式でふざけちゃってる人たちの動画らしいです。ママやった。ゴイリュックどうした。よいしょよいしょ。なんか仲いい子たちが笑いこらえてる感じがいいよね。12組、秋山匠。はい、ご主人様。地獄や。富山由衣、直江俊介。はい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 。地獄や地獄や。あかんねあかんね、卒業式やからってみんな笑ってくれる保証だってどこにもないから。もうこうやってね、卒業式で笑いを取ろうとするっていうことはかなりリスクのあることなんで、ね、みんなも気をつけてください。やるならおもろいやつ考えような。まあでもちょっと最後は僕の一押しの卒業式の人がおるから、ちょっとその動画見て終わりましょう。この人なんや。やっぱこの人がいっちゃ面白い。全然気づかない、あいつ。なんか、ひっつき虫みたいなのつけられとんな。やめたれや。お前と絶対気づくよな。全然気づいてない。なんか、マスクで目隠ししてるけど、なんやろね、これ。放課後遊んでるんかな。うん。うわ、あー、すげーな、マジで。口悪い。落ちない。落ちない。え？あ、なにそのヤンククみたいなポーズ、なに。でいい、もっと早く歩ける。どうした、変わっちゃう。全然変わっちゃう。めちゃくちゃ田舎道やから。もう愛してるゲームやってるやん、この子たち。なんか愛してるゲームって何かというと、まあ女の子の方が愛してるって言うわけですよ。そしたら男の子が、まあもう一回って言って、まあ愛してる、もう一回、愛してる、もう一回を続けてって、男の子が照れるまでやるっていう、
なんかよくわからんゲームです。うわ言い方あざとこの子、上目遣いのプロや。こんなん男子高校生全員負けるよ。だって男子高校生上目遣いされたら全員落ちるもん。うん、男子高校生ってそんなもんよ。え、嘘やろ。いや、内輪越しでもキスすんな。お、マジか。BL だ。頭髪検査引っかかって友達に前髪切ってもらったら前髪終わりました。ん、別になんか普通にかっこよくない？なんか別にかっこいいよ。細かくちゃんと整えてくれてるしな、友達も。おー、タラちゃん、こんにちは。この人天才や。カツラで頭髪検査抜け出してる。頭髪検査ガチ勢おる。授業はしっかり受けましょう。なんか授業中？何してんの？おい、やばい、先生、逃げろ逃げろ逃げろ。大丈夫か？こういう時の先生めちゃくちゃ怖い。めっちゃいい、これ。これだね。クラス全員で集合写真？チーズ。先生までピースして、あかんよ。何してんの？あ、これドッキリや。お前ら、クラスかよ。思いを寄せていたマネージャーにまさかの彼氏がいた時の反応。あ、これ左がマネージャーで右が彼氏か。遭遇してしまったんか、帰り道に。うわ、これちょっときついよね、帰り道に見つけちゃうの。どんな反応してんのやろ。へえ、うわ、しかもこれ電車を長いか。あー、口ピクピクしてる。あ、女の子走ってる。え、うわ、抱きついた。嘘でしょ。うわ、なんか三角関係。何この肉食系 JK。 羨ましい。体育祭で全校生徒の前で告白。結婚はいかに、結婚はいかにって何？ごじってる。演技悪い。いや、いける。こういうの成功するから大体いける。え、あかーん。Oh my God.